わりぃ、やっぱつれぇわ。大人プリキュアの4話を見たので、レビューします。面白いけどつらいね。まあ、今回の話は、まあ、スプラッシュスターの作と舞の話で、まあ、サキの方は、まあ、実家のパン屋を継いでて、まあ、手伝いをしてますと。サキは、まあ、もともと舞のお兄さんのミショーカズヤ、牛乳王子のことが好きだったんだけど、調理師学校に行って、その時にできた彼氏と付き合ってて、婚約まで行ってましたと。まあ、サキの指輪っていうのは、まあ、出てきてたんだけど、まあ、牛乳王子じゃなかったっていう。まあ、そういうもんだよねって思うけど。で、舞の方は広告代理店に行ったんだけど、まあ、ホームページデザインのことをちょっと雑用みたいなことやってるっていう。そんな感じで激務で、で、舞も彼氏いたんだけど、うまくいかなくて別れますと。いやー、笑うしかない。いや、でも、ゴプリの面々とマホプリの面々でこういうことをやれないなっていうのは間違いなくあって、あとまあ初代も無理だし、まあなんだかんだプリキュア5はまあ結構男妖精がいるから、なんだかんだ一番ヘテロセクシュアルなプリキュアって言えばまあのぞみさんだよねっていうのあるし、それこそブンビーさんとか、まあ、お邪魔キャラではあったけど愛されキャラだし、まあ今はなんだかんだ仲間みたいなもんだけど、まあ逆にマホプリはユリ度高めだし、まあとなるとまあスプラッシュスターだよなって。まあ声優さんのリアルを反映してんじゃないかっていう説もありますね。まあ特に深くは言及しませんけど、でも大人プリキュアって感じはしましたね。うん、まあ、のぞみやカレンさんは、まあ、きつめではあるんだけど、まあ、プリキュアの延長線かなって感じだけど、ぶっこんできましたね、スプラッシュスター。いや、でもまあ、話の筋としてはまあ、いいんじゃないですかね、うん。まあ、さっきが、まあ、それなりにうまくいってそうな感じはあるし、まあ、前は前で、あれはあれでインモラルな感じするんじゃないですかね、うん。のぞみや小町って絶対できないからね。未来さんとリコさんでも見たくねえし、ブンビーさんがいなかったら耐えられなかった。そういえば、ブンビーさん変身できたんだよなって。あとはまあ、サキとマイが変身できないのは、まあ、あくまでこれは反則ノルマがないからこそとの展開だとは思うんだけど、まあ、最新作のヒロプリでも、一応敵と戦わない回はちょっと試験的にはあったんだけど、まあ、それでも人助けのためにプリキュアに変身するっていう回もあるから、まあ、日朝の方では毎回変身ノルマはあるんだろうけど、大人の方はまあ、ないからね。まあ、ブンビーさんが変身したっていうのも、良いと思いますし。あとは、チョッピだよな。うん、スプラッシュスターの妖精に、まあ、チョッピっていう子がいるんだけど、松木美優さんって言って、まあ、2015年にちょっと亡くなられた方のキャラだから、まあ、かなり妖精に力を借りてるのが、まあ、ブルームとイーグレットだったから、まあ、サキと舞は変身できるのかどうかっていうのは、まあ、まあ、今後の展開次第ってことだと思います。まあ、ミチルとカオルさんの話もあるだろうし、しかしまあ、スプラッシュスター自体がマイナーっていうことで、かなりぶっこんできた感じしますね。いや、ほんと気持ち悪いプリキュアおじさんです。すんません。でもまあ、大人プリキュアらしい展開でいいじゃないかなと思います。一応ここで、大人プリキュアは未来の一つだから、まあ、必ずしもこの未来に分岐するとは限らないっていう部分もあるしね。あとまあ、前は美人になってると思います。まあ、気を取り直して、一応シロップも合流したし、次回は、ココとミソコナッツがやってきて、まあ、ココのぞかいになるっていう。まあ、のぞみとココも結構スレスレな感じするけど、なんかのぞみがココと会いに行かないのは、一人前になってかとか、まあ、ルフィがシャンクスに会いに行かない理由みたいなことを言い出して、その辺でどうなるのかって感じですかね。むしろ、さっきと前の、まあ、男性関係の話を出してきて、ココのぞと、夏コマはうまくいくのかとか、そういう不安感を出してるのは良いと思います。まあ、かなり衝撃的な展開でしたけど、まあ、ちゃんと仲間たちは集合してるし、前はエロかったので良かったと思います。あとまあ、作画は、今回プリキュアに変身しないから、まあ、かなりスタジオディーンでしたね。うん、悪い意味で。あれ、魔術師応変の、今更なアニメ化やってて、そっちもなんか作画良くなかったから、あの、スタジオディーンと、大人プリキュアの監督さん。まあ、プリキュアに変身次第回は、省エネなんだなっていう感じもあるけど、まあ、そこら辺のスタミナ管理も含めて、日朝じゃできないことやってんなというのは、まあ、評価したいですね。いや、別にね、悪いことは言ってないと思うんですよ。すげえもん出してきたなっていう感じです。まあ、ミチルとカオルは、ま、元気してるからね。そんなわけで、スプラッシュスター、大人プリキュアでした。でもやっぱ変身してほしいなと思います。以上です。